はい、トワイライト連邦共和国 Vlog です。昨日はですね、東京都薬用植物園に行ってきまして、その動画を、配信しましたけども、やっぱり1年に1回しか花咲いてるところ見れないですし、また二重鉄柵ありましたね。あれの一つ内側に入れるのはこの時期だけなんですよ。ちょうど大型連休終わった後ぐらいに、1週間2週間ちょっとですかね、開園時間だけですけども、外側の鉄柵が開放されるんで、非常に、近くに、見えますよね。もちろん手は届きませんけども、だからやっぱり撮影してる方も、ただ単にその見に来たいう方だけではなくて、カメラをねちゃんと、持ってきて撮影されてる方っていうのも、多かったように思います。あと寒冷地でしか、今回は写真では紹介しませんでしたけども、寒冷地でしか、栽培ができないですね、青い消しっていうのもありました。これは温室があるんですけど、温室の、一角にですね、暖かい方じゃなくてどちらかというと、涼しい方、寒い方といいますか、そういう温度管理がされた場所がありまして、そこに鉢植えでしたかね、鉢植えで、置いてありました。あれはね、多分鉢植えであそこにポンと置いてあったので、栽培ができるのであれば多分栽培してもいい消しなんだろうと思う、そういう品種だと思うんですけども、ただ普通では育たないそうです。日本の、高温多湿な気候では、普通の室温というか外気温ではダメなんだそうです。ちゃんと温度管理のされた、涼しい場所じゃないと育たないんだそうです。そういう珍しいものもたまにあったり、しますね。消しっていうのはですね、相当昔から、薬用に使われてたようでして、植えちゃいけないやつね、植えちゃいけない消しは花が散った後にですね、言ってみれば果実ができるわけですよ。花が散ったそのあと下に脂肪があるんですけど、それが膨らんできて、いわゆる果実ができるわけですけど、その未熟な状態の果実にですね、いろんな形があるんですけど、品種によってこう卵みたいなやつとか、球体の丸いやつとか、ちょっとこう細長いやつとかいろいろあるんですけど、そこにですねこう傷をつけるんですよ、朝のうちに。いいって、そうするとそこから乳白色からちょっと茶色がかった乳液がですねタラタラって落ちてくるんですよ。で空気に触れるとそれが黒く変色して、でペースト状になるんですよ。でそれを夕方ヘラでですねこそぎ落としていくんですよ。いいってで、それを集めたものが、いわゆる生アヘンですね。モルヒネの成分が含まれているアヘンが、生アヘンが取れるわけです。もう取る時には黒いって言ってましたね、もう真っ黒になってる。そうやって生アヘンを取っていくわけです。でそれを精製していくと今度は、純粋なモルヒネが取れるわけですね。でそこからさらに、精製していって、純粋にも麻薬の成分だけになっちゃったのが、いわゆるヘロインっていうやつですね。モルヒネまではですね、薬品として、ほとんどがんの疼痛とかですけど、痛み止め、強烈な痛み止めですねとして医療でも使われますけど、モルヒネまでかな、ヘロインはねさすがに医薬品では承認されてないと思います。さすがにダメだと思いますね。っていうかヘロインは危険ですよ、本当に。いろんな依存、身体的依存とかね、精神的依存とかいろんな依存ってあるんですけど、
多分モルフィあのヘロインの右に出るものがないぐらいに強烈な危険なドラッグですよ、はい、なんかそんな研究がされていましたね。あとはその実際に、効く、まあ、薬としてね薬効がある効く、状態の量とですね摂取量とそれからあの致死量死んじゃう量が非常に近いんですよね、なのでうわ効いてるなっていうような状態で死んでしまうことが比較的多い、薬剤でもあるな。そういった面では危険ですよね。まあそういった面ではあのアルコールなんかもそうなんですよね。アルコールなんかも作用する量とそれからの死んでしまう致死量っていうのは非常に近いので、急性アルコール中毒で死んじゃうっていうケースはそういうパターンですよね。タバコのニコチンも比較的それに近い、ところですかね。反面ちょっとびっくりしたのはあそこにも動画にも写真動画にも映像映ってましたけど麻ですね。麻っていうのは、繊維麻ってねいろいろ使い方があって、繊維として使う場合ね植物の繊維をよって、糸にした麻の夏になると麻のこうなんていうの服って涼しげでいいじゃないですか風が通ってね。あの麻縄とかの麻ですね。あれの麻として繊維として使うのはいいんですけど、あの中に HTC っていう、まあ、いわゆる大麻の成分が含まれてました。大麻っていうのはタバコよりも比較的致死量と作用量っていうのが、遠いんですね。なのでアルコールを急にたくさん飲んでアルコール中毒で死んじゃう人は多いんですけど、急性大麻中毒っていうのは聞いたことがないんですよね。ないんですよ、作用している量と死んじゃう量が遠いんですね。だからよく今例えば医療大麻とかですね、それからアメリカでもあとヨーロッパオランダでもそれから今度カナダですか、まあ、例えば医療用大麻が合法化されたりとか、あるいはその嗜好品嗜好用の、まあ、要はタバコとしてですね、タバコやお酒と同じような感じで、合法化されているところは何個かありますけど、まあ、そういったところのを見て、まあ、医療用大麻を合法化しろとか、あるいはそのタバコやアルコールよりも大麻の方が安全なんだから大麻合法化しろっていう風な、理論でもって運動をしている方っていうのはそこを根拠にしているケースが多いですね。確かにアルコールとかニコチンよりも、効く状態の量と、死んじゃう致死量とははるかに遠いのは事実です。大麻はだから急性大麻中毒で死んじゃうっていう話は聞いたことがないですね。あとは大麻はモルヒネほどではないですが鎮痛効果もあるようなので、そういった面では実際に医療大麻として使っている国っていうのは、承認されている国っていうのはそういったところに着目してるんじゃないかと思います。よく麻薬とか覚醒剤とかいろいろ言いますけど、私ねどっかでね確か東京都かなんかの、担当者がね来て、なんか講習そういうね薬物関係の、話を聞いたことがあるんですけど、いわゆる覚醒剤麻薬が向精神薬っていうふうに、まあ、日本では法律で分けられ、まあ、全部法律が違うんですよ、アヘン法から、まあ、向精神薬、の関係の法律、それから覚醒剤取締法、麻薬取締法って全部法律が違うんですけど、大麻だけはね、大麻ってさっきまた動画にも映ってましたまだないでしたけど草ですよね。要は麻の草なんですよ。麻の繊維とかね草を、乾燥させたもの取ってね、乾燥大麻で、それを溶剤に浸してペースト状にしたものが、
ペースト状にして乾燥させたものが大麻樹脂、いわゆるハシシってやつですね。葉っぱの方はマリファナ、日本語ではマリファナって言いますけど、英語ではマリワナって言いますかね。あれはね、タイマーは、なんつったかな、さっきも言いましたね、合法化されてる国もありますけど、まあ普通はタバコみたいにね、煙で吸い込んだり、するようですけども、あれだけはですね、持ってても、あれは法律、日本の法律ではですよ、日本の法律では、吸うこと自体は実は禁止されてないんですよ。不思議でしょ。アヘンとか覚醒剤とか他の麻薬の類って、もちろん所持も禁止されてますし、使用も禁止されてますし、それから譲渡、まあ譲り受けたり譲り渡したりすることももちろん禁じられてるんで、アヘンに至ってはアヘンを吸引する道具すら持っちゃいけないことになってるんですよ、アヘン法で。だけどマリファナだけは、大麻だけは、大麻を吸うこと自体は実は禁止されてないんですよ。でどういうことかというと、持っちゃいけないんですよ、持っちゃいけないし、もちろん譲り渡してもいけないし、譲り渡してもらってもいけないのは他の麻薬とか覚醒剤と一緒なんですけど、吸うこと自体を禁止してないのはですね、自然界にあるんですよ、微量ながら。なので、その HTC だったかな、 HCT かな、それの中の成分というのは自然界に存在するので、全くもってその体内から未検出っていうことはなんかできないっぽいんですよね、自然界にあるので。これ分からない、そのマリファナ吸ってるとか大麻やってるとかいうのが分からない程度にある層なので、それを使用しちゃダメっていうふうにしてしまうと、検査したらみんな何らか の自然界にあるので、全くゼロっていうわけにはいかない層なんですね。だからその自然界で吸ってしまう分にはしょうがないので、でも微量なんで分かんないんで作用もしないし、なんだけど、でもじゃあ吸って取り締まられないんだったら、じゃあ吸うだけ吸ったらいいじゃないかって言ったって、じゃあどっから手に入れたんですかっていうことになった場合に、譲り渡される行為をするわけですから、法律で譲渡っていうのはお金払う払わないは関係ないので、ただでもらおうがお金払って買おうがそれは譲渡ですので、譲り渡してもらった段階で罪ですし、それから、譲り渡してもらったら吸う前にはすでに所持してるわけですから、所有もダメですので、結局は捕まるんですけど、覚醒剤とかみたいに、使用してるということそれ自体で罪に問われることはないのが不思議なことですね。はい、いろんなね、俺も、せっかくあそこに麻植えてあったので麻の話しますけど、現実とね、その法理的な問題は、法律の解釈とはちょっと異なる面はあるんですけど、例えばカナダがね、今嗜好品用の大麻も合法化してますので、行きゃ買えるわけですよ。で吸ったって別に捕まったりしないわけですけど、じゃあ日本人が旅行で行って大麻吸ってね、いいじゃないかって、いいのかもしれませんけど、厳密に言うと日本人の場合は、国外派も罰することになってますので、日本国内だけじゃなくてね、国外派も罰することになってますので、カナダに行ってカナダの国の法律では合法であっても、日本人がそれを譲り渡されて所持して吸ってっていう行為を日本の警察または検察官が証明できれば、逮捕することは可能ではあります。なので、例えばね、
あのカナダで合法なんで、カナダ 今カナダですとかね、トロントですとかなんか言って、ここはマリファナは合法なんですとか言って買うところをなんか例えば、YouTube に上げてみたりとかね、SNS に上げてみたりとかっていうようなことをすると、思いっきりそれが証拠になっちゃうので、どうなのかなという気はするんですけどね。それで国外犯で、逮捕されても文句は言えないというところはありますね。ただまあ黙って捨てれば、現実問題としてそれをその証拠をね集めに捜査官がわざわざカナダまで行くのかっていうと、現実としてはないんでしょうけど、まあ、一応ね法律 の運用としては国外犯も罰することになってますので、まあカナダに行って捨ててみようかなと思う方は注意をしてください。オランダでも一緒です。はい、まあ、話を戻しますけど、麻は非常に使い道が多くて、そういったと繊維だとかね、あと種ね、麻の種、あら麻じゃない、すいません、種はね、ケシです。ケシの種は、例えば七味唐辛子の中に麻の実って入ってますよね。それからアンパンの上にも麻の実ってかかってますよね。麻じゃなくてケシの実ってかかってますよね。あれは食用ですよ。麻のね、麻じゃなくてケシの実は食用です。でこれもちょっと面白くて、ケシの種あるじゃないですか。ケシの種自体は別に持ってても罪にならないんですよ、実は。だって分かんないですね、植えてもいいポピーかもしれませんし、ダメなやつかもしれませんし、OK な、鬼消しとダメな袴鬼消し、これ区別が素人ではつかないんですよね。で海外から種輸入してね、普通にこれポピーですって言って売ってる中にも、やっぱりね、あんなちっちゃなゴマよりもちっちゃい実ですから、麻の実って分かんないで混じってることってあるらしいんですよ。で持ってる種を持ってる段階では別に罪ではないです。そんなことをすると七味唐辛子買ったら罪になっちゃいますよね。アンパン食ったら罪になるっていうことになりません。それは大丈夫なんですが、発芽した段階でアウトなんですよ。発芽したらダメなので、普通日本で売られている食用のね、食べる、アンパンに振りかけるやつとか、その七味唐辛子入れるやつとか、まあ、その他もろもろいろいろ消し粒って言いますけど、消しの実、売られている消しの実っていうのは、とりあえず日本で売られているやつは熱処理して発芽しないようになってます、確保されてます。だけど園芸用に売られている輸入された、もちろん正規のルートでちゃんと正規の植物検疫通って日本に園芸品種として輸入された消しの、種っていうのはもちろん発芽するんですけど、実際に撒いて種撒きしてね、ちっちゃいんでこういう、パラッと撒くしかないんですよ。パラッと撒いて、で芽が出たらこう、なんていうんですかね、間引きしていくしかないんですよ。あんなのちっちゃすぎて1個ずつなんで無理なんで、バラッと巻くしかないんですけど、もっとそこにヨーロッパ産のポピーの中にね、ソディウムポピーが入ってたなんて、いうことはあるわけですよね。でその場合は自分で取っちゃダメで、引っこ抜いてもダメで、あれこれおかしいな、ダメなやつちゃうみたいなのがあったら、麻薬取締官か警察かを呼んで、こうこうこういう事情でポピーの種買って撒いたんですけど、なんかこれだけ違うんですけど、これってどうなんですかって素直に鑑定してもらって、赤いやつやったら引っこ抜いてもらって焼却してもらった方がいいです。自分で取ってすいませんこんな生えたんですけどって言ったら、その段階で所持してること、だって持ってるわけですからね、所持してることになりますから、アウト、厳密にねアウトということになりますので、もしもそういうのを例えば自分でポピー巻かなくても、道端でね、生命力強いのでどこでも生えるんですよ。道端で見つけて、あポピー綺麗だなと思って見たら、なんか一個だけ違うのあるなみたいなね、ってなった場合には触らずに
写真撮るのはいいですけど、触らずにマイク取締管理に通報しましょうというようなね、あのそういったことも、あの昨日言ったあの二重鉄柵の外側にねパネル展っていうのをこの時期あの毎年やってまして、常時パネルはないんですけど、この時期だけですけど、あの薬用植物園がパネルをねずっと置いてくれてるんですよ。でその規制されてる消しはこんなんですよ、で OK な消しはこんなんですよっていろいろ解説をしてあるパネルの写真がね、大きなパネルがありまして、それを見ていくと一通り分かるようになりますし、あとあのあそこ職員の方があの常時ではないですけどここいらっしゃいますので、職員の方に聞くとあの詳しくそういった話もしてくれますし、教えてもくれますので、まあ、そういった話を聞くと面白いですよね。まあ、夏になれば多分昨日、植えられてたの朝の苗、ちっちゃい、まだちっちゃかったですけどね、こんなもんでしたけど、これが多分ボーボーに生えるんでしょうから、ただその時はあの鉄柵開放してないので、もう二重鉄柵の外から見るしかないですけど、もうそうなったらもう望遠レンズ持っていくしかないですよね。大麻草がよく茂ってるんだろうと思います。はい、こんな感じで、まあ花はね1日ぐらいで落ちちゃうので、もう残ってる分が枯れちゃったらもう終わりですけど、まあ、あの二重鉄柵の外からだったらあのいつでも見れますので、それ時間のある方は一度行ってみてはいかがでしょうか。私ちょっと前の動画であの東大和市って言いましたけど、東大和市駅の目の前は合ってるんですけど、あれ西武池袋線って言っちゃったと思うんですけど、すいません、西武池袋線から、西武拝島線に入ったところです。東大和市駅前です。都営バスで行く場合は西武花小金井駅北口から都営バスが出てますので、青梅車庫駅の梅70っていうね、これはあの都営バスで一番長距離なバスです。それに乗って東大和市駅前で降りてもいいです。1時間に1本しかないですけどね、だけど都営丸ごと切符700円で、都営丸ごと切符って言ってあの都営地下鉄、それから都営バス、日暮里舎人ライナー全部乗れる、あと都電荒川線乗れるやつが700円で都営丸ごと切符って売ってるんですよ、1日乗車券で。であのこれこの都営丸ごと切符だけはあの多摩地区のその青梅とかあっちの方に行く都営バスの路線にも使えるんで、それを買って都営地下鉄とかをフルに使っていけば、結構得します。バス高いんで。でただ、都営がですね、都営で行こうと思えば大江戸線の中井、都営大江戸線の中井駅で降りて、その中井、西武中井から、西武の花小金井までは都営の交通機関がないので、その間だけ200何十円だったかな、あの西武に乗ることになりますけど、都営丸ごと切符をフル活用しようと思えば時間はかかりますけど、大江戸線中井から花小金駅まで西武で行って、そこから都営バスっていうのが一番得する行き方ですので、お時間ある方は一度行ってみてください。はい、こんな感じで今日は消しとアザとアヘンとモルヒネとタイマの話でした。なんちゅう話だろうと思いますけど、まあまあ、そういう知識があると、あのあなるほどなっていうのが、ああいったところ行った時にね、もちろん花は綺麗、大きくて綺麗なんで、あの見応え十分なんですけど、そういう知識があるとこういろんなことを、なんて言うんでしょうかね、これは危険なんだ、危ねえんだっていうのが、実感としてね伝わってくるので、知識として知っておいてもいいと思います。ぜひ一度行ってみてください。今日は以上です。本日もありがとうございました。ありがとうございました。